ヒロロリゾート赤井川村は北海道尻部市総合振興局管内、余市郡にある村である。面積の大部分が山地の森林で北西のカルデラ盆地に村の中心と農地が広がる。盆地内特有の内陸性気候で積雪が多く、道内でも有数の豪雪地帯となっている。かつての噴火活動で形成されたカルデラ地形の上にある村である。 日本で最も美しい村連合の一つ。村の名前の由来は、アイヌ語の、フレベの意訳。小樽市の南西に位置する。北西部に、綺麗な円を描くカルデラ地形があり、南に口を開け、赤い川が流れ出る。このカルデラ盆地が、村の中心である。東藩は、森林山岳地帯である。東の札幌市とは余市だけ、北の余市町とは、大登山。 南のくっちゃん町とはポンクト山などの山で隔てられる。西を除く三方向を山で囲まれる地勢である。東部の北側に余市川、同じく南側側に白井川がそれぞれ東から西に向かって流れ、村の中央部で合流する。余市川は、さらに赤井川を合わせてから西隣の二木町に流れていく。村長村議会農業が主産業で、米、ジャガイモ、 カボチャ、トウモロコシ、メロン、スイカ、野菜、花などが作られている。夜市だけのふもとに、スキー場を中心にした、キロロリゾートという保養地があり、これを中心にした、観光業もある。キロロリゾートを除くと、村にある小売店は1軒のコンビニしかなく、地域振興券が配られた際にはマスコミが、地域振興券を使いない村として取り上げた。 キロロリゾートを除く集配業務は、余市郵便局が担当2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。他に、とどろき、山梨も郵便番号は割り当て立っているが人口は零人の状態である。石狩振興局シリベシ総合振興局かつては、途中学校も存在していたが平行になり跡地は、 現在、都スポーツセンターとして活用タクシー、会社隣接市町村に通じる道は4方向ある。国道393号は、北東の小樽市と南の屈山町に、北海道道36号与市赤井川線は、冷水峠越えで、北の与市町に、北海道道1022号2木赤井川線は、与市川沿いに、西の2木町に通じる。市街局番は013号。 なお、同じ令一3 5である、岩内 MA 地域にかけるには、市外局番からかける必要がある。市内局番は、村内全域で34。ありがとうございます。